おはようございます。です。今回は、とりあえず、次回の続き、次回の続きって何？次回の続きって何？前回の続きやっていきたいと思います。前回がですね、最初に俺のいらないトークが入りまして、ナンバーワン、ナンバーツーとクリアしてきたんですけど、まあ今のところ余裕なんで、3もね、余裕でいけるんじゃないかなと思います。行きましょうか。とりあえず、謎肉みたいな形したね、ボスが出てくるみたいなんで、ボスなんか知らんけど、やっていきたいと思います。なんかいきなり難しそうだな。まあでも大丈夫でしょう。今までの俺の経験上ね、なんかヒーローモードってね、なんか今までのは、まあ難しいっちゃ難しいんだけど、あ、鍵？あ、鍵あれば開けれるんだ。なるほどね。おじいちゃんのね、ちょっと、おじいちゃんのね、無駄話って昨日じゃないや、前回言ってたと思うんだけど、無駄話じゃないんだよね。ちゃんと教えてくれるから、いいおじいちゃんになったわ。ZR 離すと落ちるから気をつけるんだと。落ちるんだ。え、落ちるんだね。これ、動画的に落ちた方が面白いんじゃないかな。これ動画的に落ちた方が面白い。動画的におも落ちた方が面白いんじゃないかな。動画的に。いや、動画的に落ちた方が。さあ、ひとまず行きましょうか。あんなしょうもないことしてるから時間なくなるんだよ、俺は。俺はね あんなしょうもないことしてるからね、時間なくなるんですよ。真ん中押しまして。おー、なんかエレベーターみたい。またドアじゃな、鍵を探すんじゃ。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。よくわからんけど。よーし、行きましょうか。この辺とかもしっかり破壊していきます。破壊とか言わない方がいいのかな。俺なんか丁寧な言葉遣いしたいんだよね。だからさ、破壊とか言わない方がいいかもしれない。崩壊？崩壊もおかしいな。なんか、あ、待って。あ、なんか空中、ん、何？まだ生きてんの？なんか、生きてたね、めちゃめちゃ。あの敵すごくない？なんか、めちゃめちゃさ、前回もいたと思うんだけど、あれなんだよね。そこまで体力低くなかったんだよね。あ、高くなかったか。よし、鍵ゲットしたんで、続いていきましょうか。あ、ここでも鍵いけるんだ。こっちに鍵使うのもありなのかな。こういう風に使うと、こんな感じになる。あー、なるほど。あっちでも鍵があるみたいな感じかな。あれ？あ、ここで綾瀬さん使うんだ。こじゃけの出番。いけー！綾瀬さんいけー！いやー、ナイス！ 綾瀬さんいいね。めちゃめちゃいいわ。めちゃめちゃいい感じになってるわ。こんな感じで。なんで逆行った？なんで逆行った？なんで戻ろうとしたの？お家に帰んないで。とりあえず、この辺で使い、あ、ここ使えないのか。綾瀬さん、めちゃめちゃ荒ぶってるんだけど。俺、だいぶ前にボム投げたと思うんだけど、まだ荒ぶってたね。まあ、とりあえず行きましょうか。さあ、これでティーンってやりまして。この中を？あれ？もう一個いる？鍵もう一個いるのかな？あれ？あれ、もうなくない？なくない？ねえ、もうなくない？鍵なくない？あ、上にある、上にある、上か。なるほどね。上に行って。あー、そういうことか。やります。あいつをやります。とりあえず、あっこなんだね。これ、どうやって行くの？ あっこに繋いでるから、あれ？これどうやって登るんだ？とりあえず、いくらだけゲットしまして、綾瀬さんが行ってくれるとかないもんね、特に。これどうやって行くんだ？濡れないんだよね、ここ。どうしよう。ん？ひとまず、この上から行けるとかないかな。この上に、こういうこと？あ、こういうことか。なるほどね。ちょっと特殊だったね。まあ、とりあえず行きまして、この辺にババ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 ってやりまして、あー、鍵ゲットした。で、この辺で、帰ります。あ、あっちに電池ナマズいるんだ。あっこになんか、どうやって行くんだろうな、あれ。どうやって行くんだろう、こう。どういう感じのルートが決められるんだろうね。決められるんだろうね。とりあえず、ここ行きまして、あ、鍵ゲットしたから戻んなくていいのか。めっちゃなんか めっちゃバカだった、俺。よし、ここで、あ、これでゴールか。めっちゃ早いな。なんか1ステージ1ステージがめちゃめちゃ早いよね。あー、リングで。ありがとう。はい、こんな感じでボム投げて。あ、ボムじゃないわ。アイスさんだった。今回ボムじゃなかったわ。はい。めっちゃ早いよ、今回。4分で終わったんだけど。なんなら5分ぐらいで終わったからね。あ、初回ボーナス600くれるんだ。なるほどね。いいね、いいね。このガンガン進んでいこうか。めっちゃ早いわ、終わるのが。4回ぐらいできないかな、この動画で。その調子じゃ、サンゴ。にしても、このタコは不気味じゃわい。毛は分厚いのに、魂はペラペラ中華。わしらだけはちっとばかし、心もとないの。よし、通信機で助けを求める。おう。
レディオチェック、レディオチェック、こちら当たり目どうぞ。何言ってんの。うん、こちら2号どうぞ。なんかさ、あのあれみたいな感じだね、あのなんだっけな、あのあれよ。病院でさ、〇〇さんどうぞみたいな。なんかあの病院で呼ばれる時みたいな。で、おじいちゃん、2号ってこれあれじゃん、あのホタルだ。前回のさ、あの2人組がいたんと思うんだけど、その2人組の1人ですね。で、おじいちゃん、おじいちゃん、また勝手に歩き回っとんね。1号、おじいちゃん、ほっつき歩いてるっぽい。あ、これもそうだ。ホタルちゃんとアオリちゃんかな。行くよ、2号、じいちゃんを確保せよ。ラジャー、了解、いかよろしく。てんてんてん。切れてしまった。これだからギャルは。これだからギャルはね。おじいちゃんの話なんて聞いてくれませんよ、皆さん。若者はおじいちゃんの話なんて聞いてくれませんから。まずおじいちゃんに向かって俺何言ってんの。おじいちゃんがこの動画見るわけないじゃんね。うーむ、1号も2号もせっかちでいかんな。いかんな。やるな、いかんなって。ザザザザザ。なんだ、ね、大丈夫、ホラーゲーム。あた、みつ、たぞ。当たり目見つけたぞか。早くな、俺。ほら、早くない？解読めちゃめちゃ早くない俺。実況生で一番早かったんじゃないかってぐらい。ねえ、当たり目見つけたぞだね、これ。ん？どうも無線の調子が悪いようじゃな。まあ、ええか、気を取り直して、レッツゴーじゃん。急に陽キャ感出てんじゃん。レッツゴーって。あー、600くれたね。ありがとう。ね、とりあえず、こっち進んでいきますか。下かな？やばくない？ねえ、あれやばくない？あれやばくない？マジで。あれやばすぎない本当に。で、この辺で降りて、あ、登れもするんだ。塗っとくのもありかな。あー、違うわ。こんな感じで行きまして、これなんだ？何これ。あ、あ、ナワバトラーのカードだ。これ、これもね、増加でやってみたいんですよね。増加、増加でやってみたいんですよね。よし。行きまして、この辺ね、ケバブに当たっちゃったらね、マジでね、これ、俺、終わっちゃうんで。何これ。え？なんか急にアクション要素めちゃめちゃ求められるんだけど、これ。助けて。え？ん？あれか？あ、待って。あ、待って。あやさん違う。押し込みで、あれだ、あれだ。よし。300、200使って。よし、オッケー。行きまして。あ、ここに夜間あるね。次も行けそうだよね。解放しておくのもありだけど。ね。解放しておくのもありだよね。これ下の部分やばくない？めちゃめちゃ。特にコアはないのか。まあ、一旦行きましょうか、この夜間の中。続いては。危機。地元住民も恐怖する謎の生物、危険生物とは。行きましょうか。なんか、あの、タコルーパーだっけ？と見た目同じっぽかったけどね、シルエットは。よーし、行きましょう。今んとこめちゃめちゃ簡単だよ。やりやすいよ、すごく。すごくやりやすい。後ろとかいきなりな、あったりするかな。ないよね。ね、こういう悪だ、うん、いるね。俺の素晴らしいエイムを、俺の素晴らしいエイムをね、皆さんにお伝えして、お伝えして、とりあえず行きまして、で、綾瀬さんを使いまして、綾瀬さんも結構攻撃してくれるね。おー、やる！すごいね、綾瀬さん。綾瀬さん、すごいわ、さすが。さすが綾瀬さん、夜遊びの。夜遊びの。なんか、あんまり言いすぎて怒られるのかな。でも悪いように言ってないから別に大丈夫か。とりあえず行きまして、あ、水面が上がってきた。どこに水を見たんだろうな、俺、水面とか行って。よーし、いいよ。こんな感じで進んでいきまして。楽しいね。めちゃめちゃ楽しい。やっぱヒーローモードってさ、めっちゃ楽しいんだよね。なんかね、だんだん難易度は難しくなってくるんだけど。すごく楽しい。で、続いて。あー、ここに？うかつに飛び込むのは危険だって。ってことは、鮭で、注意を照らしといて、この、倒すと。ちゃんとね、説明も読んでいきつつやったらね、あ、結構引きつけられるんだね。目の前に俺が通っても、綾瀬さんの方見てた、ずっと。まあそうだよな。俺よりさ、綾瀬さんの方がそれは見るよね。俺と綾瀬さんがいるんだったらさ、どっちみんな見る？夜遊びの綾瀬さんとさ、実況者の俺がいたらさ、絶対みんな綾瀬さん見るもんね。そりゃ普通だわ。そりゃ普通だわな。何を言ってんだ俺は。とりあえず行きまして、あー、いる、隠れてる。めちゃめちゃなんかイモリだったね今。イモリルーパー来ましたね。イモリタコルーパー。
さあ、こんな感じでいきまして。おー、いいね。こんな感じでいきまして。この裏とかいないから。あ、いる。いましたね。トン。よーし、完璧。あやせさん、いけ。あやせさん、いけ。あ、こっち？あ、寄ってくるんだ。タコルーパーも。あやせさんの寄ってくるんだね。なるほど。だから、こんな感じで引き寄せといて、裏から回ってやる。みたいな感じ。あー、なるほどね。これ結構重要になってきそうだな。今はさ、別にさ、そこまで考えなくてもさ、ゴリ押しとかでもいけると思うんだけど、後々ね、めちゃめちゃ多分大変になってくると思うんだよね。ちゃんとね、こう、なんつうの、攻略法は満たしておいた方がいいよね。これ、登れなくない？普通にあんな感じで登るのかな？俺が最初やってたような感じで。こんな感じで。アイスさん投げても？あー、特に。あ、やばい！やばい！変なとこに投げちゃった。変なとこに投げちゃった。この辺。アイスさん、ちょっとこの辺にいてもらっていい？よし、この辺に投げておいてもらって。バレてる！バレてる！しっかりバレてる！しっかりバレてるね。しっかりバレてるね。この辺で、かわしまして。はい。はい。いいね。アイスさん、いけ！よーし、つらいよ。よーし、完璧。いや、コンビネーションが素晴らしい。アイスさんと俺の。で、終わりかな？あ、終わりだ。早いね、めちゃめちゃ。よーし、進んでいきましょう。ガンガンいけるね。あと2000ぐらいやろうかな。ね、やっぱり顔が怖いって、アイスさん。そんな顔しないで、めっちゃ怖いから、俺。結構恐怖感じてるから、その画像。その動画か。よーし、進んでいきましょうか。コアが出てるね。うむ、お見事じゃ、3号。さてと。夜間は、あらかた見て回ったはずじゃが、他に怪しい場所はないのかの。下の方にめちゃめちゃ怪しいのあるよ。もうなんか、ありえないぐらい、今までで一番怪しいのあるからね。よし、進んでいきましょう。こんな感じでいきまして。コア、あるね、コア。あ、普通にやったらダメなんだった。1000いるよ。あ、でも足りるわ。オッケーオッケー。1000って結構だね。ちゃんと鮭集めてないと、鮭じゃねえや。いくら集めてないといけないっぽいね。あ、なんだ？ん？なんじゃ？なんか、おじちゃんと言ってること同じなんだけど。あ、ガンダム？そうだ、映画始まるもんね、ガンダム。見ないけど。あの、曲が好きで知ってます、その情報だけは。はい。なんだ？あ、え？なにこれ？ボスじゃん。激当たり目、見つけたぞ。最近、しもべたちが失踪していたのは、貴様が原因か。言い方ひどいな。もう敵だからいいんだよ、なんでも。味方でこんな喋り方したら嫌だけどさ、敵だったらいいじゃん、みんな。ねね、お主は DJ タコワサ将軍。お前まで変わっちゃったな。とりあえず、ここまで会ったか。107年目。107年も会ってんの。じゃあ、このおじさんは何歳なの？120歳ぐらいなんじゃないの？オーデンチナンバーズは返してもらうぞ。3号、キャッツは、タコ軍団のボスじゃ、とっちめてやってくれ。タコワサだもんね。前回、いやー、ワンの時のボスだったね、確か。俺それ覚えてる。わけわからないが。我らタコワサが、なんとか言ってたね。とりあえず、タコワサいきなりバトルだけど。あ、もうそこ始まるのかな、これ。なんか夜間入らずね。あ、待って。おー、やばい！あー、ガンダム！ガンダム！何？ガンダム！あ、ここ濡れたいんだ。何あれ。この間でバトルするって感じかな。あ、相手の攻撃見とかないと。これ。あ、これで。あ、なるほど。跳ね返して攻撃するんだ。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。この感じはね、2とか1にも似てますね。いいですね。とりあえずね、自分の動ける範囲を広げといて。これ、アヤスさん使ったらどうなるんだろうね。ちょっとやってみたいな。アヤスさん使ったら跳ね返されて俺のことこう返ってこないかな。何？来る？あ、何？来ないで。え、何？どこ行ったの？あ、そっちか。びっくりした。真ん中来るのかと思った。何これ？え、何？取れ、取れ。あ、早すぎてびっくりした。早すぎてびっくりした。え、あれ飛ばすのかと思ったらさ、あの、刺さってからなんだね。びっくりした。やられてたね、今。アヤスさん、アヤスさん。あ、これは、そのまま。オッケーオッケーオッケー。どこに投げてんの？アヤスさん。あ、なんだ？これで、攻撃します。オッケーオッケーオッケー。あんな感じね。オッケーオッケーオッケー。ひるんだところを、倒していくんだ。最近、昨日、準備。え、なに？なにこれ？扇風機。扇風機じゃねえや。掃除機だ。あ、吸い取られた。チェックポイント？で、この辺で来るから、逃げます。で、これで、跳ね返します。いいね。待って。え？え？
あ、そうか、掃除機で吸い取ってるから俺のインクを。あ、来てる。あ、これスペシャルと同じだ、これ。あの、吸引機っていうスペシャルがこんなんだとは。これで、うわ、俺、やめて俺のインク吸い取られるんだよね、これ確か。危ない。よし、この辺で塗っといて。あ、面白いね、これ。このバトル面白いよ、めちゃめちゃ。純粋に面白い。はい、この辺でカバーしまして。え、これさ、どこやんの、これ。え、何これ。え、これどこやんの。インク吸い取られるんだよね。そう。え、インク吸い取られるんだけどさ、これどうしたらいい。こういう時にアイスさん使うのかな。あ、そういうこと。あ、待って、ごめんね。ちょっとドスってなっちゃった。ごめんね。吸引器吸い込めないもんなんか、なんかじゃないよって言ってるね、おじいちゃん。で、この辺で避けまして。これ。ってことは、綾瀬さん使うのかな。ワンチャン、それ説あるよね。綾瀬さんを投げます。これだけがすっぽりはまりそうじゃん。吸引できない。あ、そういうことね。え、綾瀬さん、あー、合ってたんだ俺。オッケー。あんな感じか。なるほどね。扇風機モードじゃねえや。あの、吸引モードの時は、あれだわ。綾瀬さんを投げるんだ。で、なるほど。これで、綾瀬さんが今、戦ってるから、俺がこういう感じで普通に戦えると。で、綾瀬さんが今持ってきたから、次に、扇風機攻撃が来た時に綾瀬さんを投げると。オッケー。なんとなく分かってきたな。いいね。自分でこうやってさ、攻略編み出していくのも面白い話だね。面白い話。あ、待って、違う。あー、やらかしちゃったな。これ、いけてたね、今の、いけてたね。グーだったもんね。来るよ。はい、こんな感じで来まして、よし、塗っときましょうか。で、これが来たときは、綾瀬さんを投げる。オッケー。なるほどね。これで、あっちに挟まって、吸引ができないと、あいつが。で、グーを投げてくると。オッケー。なんとなく分かってきた。いいですね。めちゃめちゃ。さあ、これが来ますけども、これは、普通に刺さってから、吸引でね、あれだったから、できなかっただけだから、跳ね返りがね。よし、この調子でやっていきましょうか。結構、ボス戦も時間かかるんだね。難しい感じになってるわ。オッケー。でも、最初のボスだから結構、あ、倒さないでこれ。まずい。よし。あと1回ぐらいかな。あ、終わった?なんだ?ああ、もう怒ったぞ。やばい。本気モード来る。やばい。大丈夫か?どんな感じになる?なんか、攻撃パターン変わるんでしょ?何?パー来たよ、パー。何?パーって何?え、あ、待って、これあれだわ。パーにしたら、あれなんだよね、マーカーっていうか、ホップソナーの、あれなんだ。あ、待って!あやさん、吸い込んで。よし。で、パーの時はちょっと気をつけないといけないね。パーはね、オッケー、こんな感じだ。よし、ちゃんと避けて、ジャンプで受けれるんだよな、あれ。よし、オッケー、行きまして、この調子でやっていこうか。攻撃パターンが増えるって感じかな、純粋に。そんな感じがするよね。よーし、これで行きまして。いいぞ。なんとなく攻略分かってきた。で、ふいーって吸い込むでしょ?ふいーって吸い込むから。ダメだった?あー、やらかした。ごめん。みんなやらかしちゃった。で、これで、アイさんここで行けるんじゃない?危なかった、今。危なかったんだけど、すごく。危なかったね。すごく危なかった、今。で、ドリル来ます。で、これ跳ね返します。オッケー、完璧。あれだね、綾瀬さんいなかったら俺戦えないわ、このゲーム。まあ、そりゃそうだよね。もう、小ジャケがめちゃめちゃね、あれなんですよ。なんだっけ?あれなのよ。重要な役割してるからさ、思った以上に。あ、待て。インク足んない。ごめん。あっこにあったわ。ちょっとごめん。やらかしちゃった。下手くそだ、俺。俺、あんまうまくない。あ、よし、ここで、決めます。来たんじゃない?おー、来た。タコワサ、やられた。タコワサ、こんな簡単にやられちゃっていいのかな?前回のラストボスだけど、前々回か。やられちゃったけど、大丈夫?おお、何?あ、これ逃げるパティンだ。逃げるパティンじゃない?これ絶対。この感じは。ねえ。こんな近距離で初めて見た。そのわさびちょうだい?
お前の口に入れてやるよ。逃げ、なんと強い装備だ。無、オーデンチナマズを持ってる割に弱いの。タコワサ、もう6したんか。もう6、もう6って何？オーデンチナマズなんて知らないぞ。むむ、そうなのか。あ、知らない？いや、しかしの、ほんじゃ一体な、誰じゃ？え？の、ケバインク。ケバインク？え？何？何？え？何これ？ 3 個、助けてくれ、助けてくれ。あー、綾瀬さん！めっちゃ余裕そう、綾瀬さん。軽いから、落ちてもそんな障害なさそう。で？次のステージ行くのかな、これで。こんな感じかな。おっと、あー！え？今回のあれじゃん。あの子たちだ。2人組。でも1号2号じゃないからな。4号5号。4号5号になるのかな。俺3号だから。あ、なんだ、おお、え、なにこれ、雪。お、かっこいい。めっちゃかっこいい。スプラトゥーン2じゃねえ、3。え、どうする？とりあえずこの辺にしとく。いや、もうちょい見ようか、もうちょい見ようか。はい、なんだ、次雪ステージってことかな。うわー、来たー。はい、こんな感じで今回は、ちょうどボス倒した感じだったから、いい感じで終われたんじゃないかなと思います。次回お疲れ様でした。バイバーイ。